キーワード聞き流しで覚える、中学受験、地理をご視聴いただき、ありがとうございます。環境問題、リサイクル、循環型社会、3R を、聞き流しで覚える動画です。それでは早速始めましょう。容器放送リサイクル法。1995年に制定された、容器放送リサイクル法は、生産者である企業に、 容器や包装紙などの回収やリサイクルを義務付け、ゴミの量を減らし、資源を有効に活用しようとするものです。家庭から出るゴミの種類では、容器や包装紙などの占める割合が大きくなっていて、それらのゴミを減らすために制定されました。瓶やペットボトル、紙やプラスチック容器などの包装ゴミが対象となっています。家電リサイクル法。1998年に制定された、 家電リサイクル法は、一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減らすとともに、資源の有効利用を推進するために制定されました。対象となる家電用品目を処分するときに、消費者がリサイクルにかかる費用の一部を負担し、家電製品のメーカーが資源をリサイクルすることを義務付けました。エアコン、テレビ、冷蔵庫、 冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機。家電リサイクル法の対象となる家電用品目は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機です。自動車リサイクル法。2002年に制定された自動車リサイクル法は、使用済みの自動車から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図る目的で制定されました。 消費者が自動車を購入するときにリサイクル量を負担し、自動車の製造や販売、解体をする企業に対してリサイクルを義務付けました。循環型社会。限りある資源を効率的に利用し、リサイクルなどで繰り返し使い続けていく社会のことを、循環型社会と言います。循環型社会形成推進基本法。循環型社会形成推進基本法は、 循環型社会を構築するにあたっての国民、事業者、市町村、政府の役割が規定された法律です。三つの R、3R。循環型社会を実現させるための大切な三つの取り組みのことをまとめて三つの R、3R と言います。リデュース。ゴミの量を減らすことをリデュースと言います。食べ物を残さずに食べる。 必要なものだけを買う、無駄遣いを減らす、などです。リユース。何度も繰り返し使うことを、リユースと言います。空き瓶を回収し洗浄して繰り返し使う、古着を買って切る、などです。リサイクル。いらなくなったものを資源として再利用し、新しい製品を作ることを、リサイクルと言います。回収した古紙を再利用してトイレットペーパーなどを作る、 などです。リデュース。3R の取り組みは、原則として、まずゴミを打たさないこと、リデュースを最優先とします。その次に、繰り返し使うリユース、資源として再利用するリサイクルの順に行うべきとされています。今回は、環境問題、リサイクル、循環型社会、3R についての学習でした。このチャンネルでは、地理。 歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を公開しています。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。